全国のゆるキャラたちが一堂に会してダンスの腕前を披露するご当地キャラダンスフェスティバルが2日町内で開かれました。高浜町文化会館で開かれたこの日のダンスフェスティバルには、高浜町の赤ふん坊やをはじめ、小浜市のサバトラナナちゃん、それに県の内外から合わせて15の地域のご当地キャラクターが出場しました。高浜コラボでお願いします。この日はテレビなどで活躍するタレントの金太郎さんら3人が審査員を務め、ご当地キャラクターたちが審査員や多くの観客を前に披露した華麗なステップを審査しました。中にはユニットを結成し CD デビューを果たしているキャラクターなどもいて、キレのある本格的なダンスで会場を沸かせていました。このイベントは全国的なゆるキャラブームに合わせ、地元のご当地キャラクターを使って地域を PR しようと、若狭高浜観光協会と町内のダンスグループハラが企画開催しました。イベントではこのほか金太郎さんによる特別ステージも行われ、テレビでおなじみのダンスなどで会場の笑いを誘っていました。優勝は赤ふん坊やです。なお審査の結果、地元高浜町のご当地キャラクター赤ふん坊やが見事初代王者に輝きました。